明けましておめでとうございます。まだ動画を始めて1ヶ月くらいなんですけど、たくさんある動画の中からめぐまるの動画をご視聴いただき、どうもありがとうございました。ありがとうございました。2019年はもっといろんなところに行ってたくさん動画を上げたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これから初日の出を見に九十九里の方に行ってきます。わお。朝雲が出る予報でちょっとどうなるかわかんないんですけど、綺麗な初日の出を動画でアップできたらと思ってます。気をつけて行ってきます。頑張ってきます。寒いだろうな。ね、寒さに負けず行ってきます。今年も頑張れよ。おー、明けましておめでとうございます。めぐまるです。おめでとうございます。まさです。明けましておめでとうございます。しばちゃんです。今日はこれから3人で初日の出を見に行ってきます。今何度ですか？めっちゃ寒いけど気をつけて行ってきます。だからポコポコ怖い。わかんないけど、ポコポコその時もしてて怒っちゃった。遅いね、待ってた。遅かった。酔っ払ってるの？いるでしょ、あんただ。次の出ましょう、休憩ですかね。うん、日が上がっちゃうよ、そんなことですね。あーぐらいの企画が、来たら昼だったら。ね、せっかく来たのに最悪だ。どうだか
何駅に向かってるのこれ本当に。もうなんか昼間気持ちよさそうだなこれ。ねえ、なんか暗くてさ今。この先にガードくぐってほにょほにょほにょって言ったら左か。何ほにょ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 。ところが抜けてね。これか、これほにょほにょ。そう、ほにょほにょ。左だ。左？うん、俺ら左。左、左。ここから別々じゃない。ここから別々になっちゃった。やってたね。うん、あった。この辺に2つ使って並べる？うん、いいじゃん。よいしょ。なんか結構混んでるね。この自転車もそうじゃない？そうだな。うん。あ、寒い。こんだけ混んでて寒いって意味わかんな。寒いよ。だそれだけ気温が低いんだよ。うん。背中は暖かいんだけどね。なあ。ねえ。すごい、火が燃えてるよ。炎上してる、炎上。すぎじゃない？大丈夫あれ？何だよ。燃えてる？燃えすぎじゃない？何が燃えてんだろ？火事？なんかこう正月だからなんか燃やしてんの？いえ。火事だったりな。笑うね。すごいよねでもね。おお、すごいすごい。え、なんかお正月だから燃やしてんじゃないの？ほら火事だ、火事火事。家だ。そう。家が燃えちゃってる。違うよ。なんかファイヤーだみんな寒いから火の近くにいるんだよ。そっか、ここでいいかよ。じゃあいいの？うん、大丈夫っしょ。今眺めていい？うん。初日の出見えません。
すごいね、もうあちこちから来るもんだから入り乱れちゃって、行けそうだ。その信号から先は流れてるから大丈夫だ。あ、そうなんだ、うん。やっぱでもあれだね、日が出てくるとちょっと暖かいね。これでも0度だ。あ、これ0度、うん、さっきマイナス2度だったな。うん、じゃあ2度は上がったんだ。うん、こっから。うわなんか田んぼが凍ってる、霜が降りてるっていうの？あの寒さを経験してるから。あ、寒くないな、あんまり。マイナス2度になってます。嘘。こんな寒くない感じがする。でもこんなさ、何？今7時半ぐらいでしょ？こんな時間から何か郵便屋さんを年賀状？大変、うん、びっくり、こんな早くから年賀状配ってくれて知らなかったよ。じゃないと終わんないんだね、きっとね。よいしょ。すごい、血が出てきたよ。日が出てくると多分あったかい。あ、もう北海道が出てくるね。あんまりポコポコするとボックスが落ちたら困る、ね、ちゃんとあの何かってロックする音聞かないとダメじゃね。まあ痛いは痛いけどさ、なんか巻き込んでなくてよかったと思うよ。うん、本当よかった。まあだから一度あれだよ、止まってる時につけた時はちゃんとカチャンって動かないからさ、うん、今日はね、すごいよくくっつけちゃったし、ただ高速で来てるよね。うん、しまっちゃう。わざと道間違えようとして。日が当たってるからポカポカしてるな。いや、暖かいね。でもあれ、なんか来たよ。あ、これだ、さっき飛んでたやつだ。あれ、後ろからまた来たね。消防車？うん。レスキューじゃねえ。レスキュー？なんかでっかいから通れないみたいな。そうさすがにこんだけ開け通れないはおかしいと思ったらね。うわー、でっかいでっかい。バツ？嘘？あれ？まあさん、あれ？みんな聞こえなく、インカム切れちゃった。嘘。いや、やだ、避けられないな。ここから入っちゃって、
事故だ。あー怖い。あーすごい玉突き事故が。家に帰ってる途中なんですけど、1月1日の午前9時半です。雲も切れてすっかりいいお天気になりました。もうちょっと早く雲が切れてくれればよかったんですけど、初日の出が見れなくてすごい悔しいです。ね、動画にすごい綺麗な初日の出をあげたかったんですけど残念です。また来年リベンジしたいと思います。じゃあ気をつけて。